行きましょう。この大会、しっかり3試合全部勝って優勝するっていうチームの目標として、とにかく最初の初戦を無失点でしっかり勝ち切れたことは良かったと思いますし、ただ、大差がついた試合でしたけど、細かなところを修正しなきゃいけないところはいくつかあったので、そこは、また日数はたくさんあるわけではないですけど、しっかり話し合って修正したいと思います。いつもチームとやってるサイドじゃない方で出たんで、自分としてはそっちの方がしっくりくるんですごい、なんか、久々だなっていう感覚はありましたし、ただその中でも、今までやってきた部分だったりとかはしっかりある程度出すと思いますし、その連携の部分でもしっかりコミュニケーションも取れてたし、うまくできたのかなと思います。マイナスだったら、ああいうクリアせずしっかりつないだりとかってした方が自分たちのボール持てるし時間も作れるんですけど、やっぱりああいう即席だと、数日じゃやっぱりああいう細かなところまでコミュニケーション取れてなかったので、ああいう場面はしっかり、はっきり大きく蹴り出すだったりとか、そういうプレー選択の方が良かったのかなっていうのは振り返って思いましたね。自分の中今まで E1 で日本はまた1回しか勝ったことがないっていうことがあって、その韓国だったり中国の方が日本よりも優勝回数も多いですし、そういう話を反町さんからされて、やっぱりその今回は本当に今まで以上に覚悟を持って、日本開催ということもあって、しっかり優勝を目指して、しっかり勝ち取ろうっていう話を、本当監督含め選手全員で話してまして、本当1日2日の短い準備期間の中でも、しっかりそういうのを示して、初戦を迎えたので、本当それが今、昨日は、いい形で、ピッチ上で表現できたんじゃないかなと思います。そうです。昔から、見てた選手ですし、いろいろビルドアップだったりとか、守備の部分で参考にしている選手で、いろいろその話を聞きたいと思ってたので、今回初めて一緒にプレーできるってことで、本当に練習の時からいろいろコミュニケーションをとって話をして、少しでも自分の力にできるように、吸収できるように学ばせてもらっています。合流して初日から、紅白戦までは、やらせてもらったんで、体はきついですけど、頭の中は、少し、チームのみんなとすごく、やれたのはでかかったかなと思います。そうですね、人数の関係もありますし、本当にみんなは前日だったんで、11対11、僕らが抜けると多分コーチとかになりますし、僕たちも、少しでもやりたいって気持ちだったんで、何人か入ってやらせてもらいました。準備期間は次の試合に向けては、4日ぐらいありますし、間も空きますし、チームで練習の時間もあるんで、まあ、みんなと戦術とかを共有しながら次の試合に向けていけたらなと思います。まあ、僕はオリンピックの年代でやることが多かったんで、まあ、一昨年ですかね、E1、1回入っただけなんで、まあ、上の人たちとやるのはすごく新鮮ですし、まあ、今のところすごく楽しいなと思ってます。広島とやってるフォーメーションと違うんで、練習の中から慣れていって、まあ、今年は J リーグで少し自分の中で点は取れてるとは思ってるんで、まあ、代表でも、まあ、中盤で関わりながらゴール前に入っていくことは忘れず、まあ、そういうところを見せれたらいいのかなと思います。まあ、やっぱり周りを使いながらワンタッチで、味方につけて、もう一回動き直してとか、まあ、組み立てのところで関わって、まあ、なおかつゴール前に入っていくところは、今年の自分の意識しているところなんで、まあ、そうですね、まあ、ゴール少しでも狙って、まあ、関わるプレー、ゴールに関わるプレー増やしていけたらなと思います。まあ、そうですね、A 代表、まあ、デビューだったということで、まあ、すごい緊張したんですけど、まずその A 代表で試合に出れたっていうところはすごく嬉しく思ってます。そうですね、まあ、オリンピック前の合宿には、まあ、ちらほら呼ばれてたんですけど、オリンピックも招集されず、まあ、そこから期間が空いて、代表活動にはずっと参加できなかったんですけど、今回こうやって森保さんが、まあ、追加招集でありますけどずっと見ていてくれて、まあ、その苦しい期間も自分のやるべきことっていうのを継続して頑張ってやってきてよかったなっていうふうに思ってます。まあ、昨日の試合ではなかなかその自分の特徴を出すようなポジショニングだったり周りとの関わりっていうのはなかなか出せなかったんですけど、まあ、これから、まあ、あと2試合ある中でもっともっとこうトスでやってるようなポジション、まあ、ワイドに張ってボール受けて仕掛けたりとか、そういう仕掛けの部分っていうのは自分の特徴だし、森保さんともオリンピックのその合宿の時とか、まあ、今回も話しましたけどずっと言われてるのがやっぱチームのために走って貢献するっていうのはお前の良さっていうふうにずっと言ってくれてるんで、まあ、そういった部分は絶対になくさずに、まあ、本当に献身的にチームに貢献していくっていうところは絶対忘れずやっていきたいなと思います。まあ、まだでもその成長できてるなっていう感覚はそんなになくて、まあ、なんか日々本当努力して練習に全力で取り組んでるっていうだけなんですけど、まあ、そういうのも含めてこうやっぱ森保さんがこう見てくれてて今回もこうやって代表に選んでくれてるんで、まあ、そういう一つ一つの練習だったり一個一個のプレーっていうところの全力でプレーするっていうのは忘れずやっていきたいなと思います。札幌で試合に出れてないタイミングとかでも、まあ、何回か代表に呼んでくれましたし、そういったこう苦しい時期にこうなんか代表に呼んでくれて、またそこでこう自分の良さを再確認させてくれたなっていう思うのがすごい多いので、本当にこう森保さんには感謝してます。本当に代表に呼んでくれることで自分の自信にもつながるので、まあ、本当に頑張ろう、代表に来るたびに頑張ろうって思えてたので本当に感謝してます。まあ、90分間通してなかなか自分の中では納得のいくようなプレーっていうのができなくて、で、まあ、結果は6対0という結果でしたけど、個人的に、もっとやらないといけないことがたくさんあるなっていうふうに感じれた試合でした。まあ、球際のところであったり、あとはセカンドボールを拾った後とか、ボールを奪った後のワンパス、ファーストプレーのところでまた相手に奪われてしまうシーンだったり、ラインを割ってしまうシーンだったりっていうのが多かったので、そういったところはもっと、直していかないと自分たちの攻撃の時間っていうのもどんどん減ってしまいますし、で攻撃のところではもっと簡単に前につけれるシーンだったり、もっと自分のところでテンポを出して正確なパスで、相手を困らせるシーンっていうのはもっと増やせたかなとは思います。まあやっぱり、準備期間も全員が揃ったのは一昨日の前日練習が初めてだったので、まあそういった中での、サッカー感が合わないところとか、距離感が合わないところっていうのはあったとは思うんですけど、まあ、球際のところだったりセカンドボールを拾った後のパスだったりっていうのは自分の意識一つで変えれるところであると思うので、そういったところはまあ自分個人としての課題ではあるのかなとは思います。年齢が上の人にも気負うことなくやるっていうのは自分のいいところでもあると思うし、まあ、でもそんなにそのマリノスでプレーするときと日本代表でプレーするときの緊張感っていうのもそんなに変わらなかったですし、まあ今までやってきたことを今まで通りにやることができればまあいいかなというふうに思って試合には入っていたので、そういった部分ではもう落ち着いて入れたのかなと思います。